はい、ということでね、今すごい幻想的な玄関になってるのでなんか変な匂いしない？なんかちょっと匂うな。あれなんだよ、バスロマンの風呂でね、これを作ったのよ。何してんの？ラベンダーの香りがする。なんで適当なことしたの？そのせいでちょっと映像がさ、できていく過程見えないかも。あと、わかんないけど、ちょっと濁ってない？全員。あ、そうなんだ。そういうのもあんのかな？いや、わかんない。いいっしょ？いいっしょ？いい映像撮れてるでしょ？俺らもな、ちょっとプレッシャーなんだよな、毎回、はい、カンタいないとこで動画撮るっていうのな、半端なことできないからな。おもろかった、映像見たら。そのせいで、ケース投げたやつがいいんだよ。一人ケース投げて突き刺さってんねそこら辺傷になってるぞ、絶対。いやな、カンタいないとこでやるからには、なんかぬるいことできないなっていうので、やっぱ、すげえ10万個になっちゃったってだけだからな。いやー、すごいけどどうやってかますの、こういう時。どうしますか。ん？片し方しちゃうんだ。そこにケースを置いて、うん、おい、やるなよそれ絶対。足が危ないからなあ、お前らやったんだよ。物落とすな。お前らがやったんだ。物落とすなや。危ないだろ。危ないっす。危ないな。危ないっつって。そういうのじゃないもんな。怪我するおっさん。こんな大人になってそんなことやる必要ないっす。怪我させてんだって。おい、やっていこう。どうやってやったんだよこれ。異常、やってること異常。でも、うん、ぷよぷよボールいいな。ぷよぷよボールすごくない？うん、すごいいい触り心地でしょ。うん、てか全然俺このままほったらかしててもなんか、俺もいや、もうでも多分途中から発狂するんだろうな。いや、だって家帰んなきゃな。くせえから。ラベンダーの香り鬱陶しいから帰んなきゃな。なんかヌルヌルする、多分途中から。それかこのままほっといて他の住民の反応を見て家帰ってきたらみんなもう自分に対してのドッキリだと思うもんな、これ。このレベルだとこれすごいわ。あとこれってどうやってさ処分するんだろう。いや、塩とか入れとくとなくなるらしい。ああ、そのパターン、元に戻るらしい。そのパターンか。いったものに一回風呂戻すか。一回風呂戻す。マンズ。はい。一回風呂戻すらしい。いや、ダメです、風呂は。風呂なしになっちゃうんだ。風呂なしのアパートになっちゃうな。え、でも、入れば。うん、入ればってことですか。せーの。やばいやばいやばい。で、はい、もう自動。もう、キャスターついてるのと一緒だからな。部屋の傷もつかん。うわっやべえよ。あ、ここはやべえ。この裏ちょっと隠すね。うん、隠せばいいから。見えなければいいから。見えなかったら片付けたんでしょ。うん、やべえやべえやべえ。入っちゃってる？いや、入っちゃってないんだけど。お前、沼攻略みたいになってんじゃないか、カイジの。おーい、沼攻略の時のやつじゃないか、お前。開けて、開けて、閉じてます。ここがここ、どっちかだよ。そう、こっちに敷き詰めるか、こっちに入れるか、どっちかだな。風呂使わないんで大丈夫です。あ、持てる。まあ、うちのそれ持てんの。この家でな、風呂入るの。まあ、まずねえ、うわー、これすげえ。なんならこっちのサムネの方が強そうだもんな。すげえ。いや、結局こっちにいっぱい出てね、マンズ。え、見てみ、お前の足元。これはもうしょうがないっす。しょうがないな。もう俺、風呂入んのやめ、一生。で、一旦ここにね、かなりの量、これ全然入ってないように見えるじゃん。すげえんだから。すごいよ、マジで。全然埋まるからね、こいつ、ほら。すごいんですよ、量が。まあ、とりあえず一回風呂に戻して、後日ね、塩とかをね、入れてね、戻します。だ、やっぱカンタがいないとこで考えた企画っていうのがあって、失敗できないっていう気持ちから。そうですね、規模をでかくしすぎたっていう反省点はある。でもまあ、いい絵撮れてる。そうですね、それが一番だからね。はい、一旦、今日は銭湯にして。一旦ね、一旦、ね、今後考える。今日一旦銭湯行こう。はい、無理だから、ここ。ちょっと今日は違うな。
違いますね、今日。ということで、じゃあ片付けのサブチャンネルでした、はい、ありがとうございました。